サダムさんのその悲劇の人生は要するに断種から始まるんですよ、人間としてのね。今日あんた筋切りあるって言うけど、あんたの今日は断種の手術だよね。元気って言わないためでしょ。君さんと結婚してために断種、要するにパイプカットをしなければ結婚できないという事実ですよね。ワンカップの一つが舐めたもんよ。そうか、じゃあね、金粉入りのワンカップ買ってくるからね、それで看護師さんいないとこでこっそり二人で飲もうね、ね、急いでお茶飲んでね、匂い消してね。私はお父さんともう一回温泉旅行しなくちゃいけない。お父さん、そうだよ、よいしょよいしょよいしょ。幸せを雲の上に、幸せを雲の上に、ため息がつくような綺麗さ。